はい、じゃあまず最初は開脚から始めていきます。で今回は10秒で進めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも10秒間隔でこのストレッチを真似してみてください。それではまずは前から2、3、4、5、6、7、8、9、10で次はサイドに、でストレッチをしているときにリラックスをした方がいいので、しっかりと鼻から息を吸って口から吐くように意識しましょう。10、次反対側行きます。この時に、外側ここのラインがしっかり伸びることを意識して、息をまた吹きながらしっかりとストレッチかかるようにしてください。はい、でできる方がいたらこれを2往復や3往復、反復するのもすごくストレッチとして効果があるので、ぜひやってみてください。で次は準備心、首をストレッチをします。それではじゃあ次は耳の上を持って右に曲げてください。8、9、10。じゃあ次は反対いきます。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次は後ろの後頭部を持って前に倒してください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次はこの喉のところを押さえて上に伸ばしてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、これが一通りできたら次は首を、左、右回りですね右回りに回してください。こちらも10秒あれば反対回り、また10秒。はい、これが首のストレッチになります。これもまた2往復や3往復、してもらえればまたより効果的なストレッチになると思います。で次は腕を上げて、このストレッチです5、6、7、8、9、10。で反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でこのストレッチなんですが、すごく角度を変えると伸びる時間が変わってくるので、皆さんもぜひいろんな角度で、試してみてください。はい、次はお尻を伸ばしていきます。まず基本的なこの姿勢から横に体を倒していただいて、足を90度にします。でこのここをつけるんじゃなくて少し上げます。そうするとこのお尻のライン、裏のハムストリングが伸びるので、これを伸ばしていきましょう。硬い人はこれを下ろしても大丈夫です。いける人は浮かしてよりストレッチをかけましょう。はい、では反対いきます。反対も同じようにお尻をつけないとできない人はつけて、上げれる人は上げましょう。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次は完全にかかとをつけて、でそのまま前に倒れてですね、またお尻の違う部分のストレッチをしていきます。4、5、6、7、8、9、10。反対も同じようにかかとをつけて、尻を戻していきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次はまたお尻のストレッチで足を後ろに持ってきて、こちらでお尻を伸ばしていきましょう。1、
体を近づけられる人はより近づけてください。よりストレッチがかかります。はい、次このストレッチから、このストレッチから体を倒し、膝を抱えましょう。そしたらまた違う部分の、外側の筋肉が伸びるのでストレッチをしていきましょう。2、3、4、5、6、7、8、9、10。次はこの体勢のまま前に倒れます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対も同じようにこの体勢で10秒。常に呼吸を意識するようにしてください。はい、じゃあ倒します。で、膝を抱えてまた10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で倒してまた10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で次は、前もものストレッチになります。で、皆さんご存知のように自分が試合前や試合後にやっているこの、じゃ次はこの体勢で、まずは腸腰筋がしっかり伸びていることを意識して、この後ろの足を上げていきます。で、これを持って、両手で持てたら両手で持って、持てない人は壁や地面に手をつけて、この太ももを前に持ってきて、ここからどんどん前に行く人は前に倒れていって、より太もものストレッチがかかるように、これを10秒やっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で反対、反対も同じように先に腸腰筋を伸ばして、で、それから足を持ってきて、さらにいける人は前に。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。この時に手を伸ばせる人は上に上げて、さらに腸腰筋が伸びるように意識しましょう。これができる人はぜひトライしてみてください。はい、で次はやっと上半身に参ります。まずこの前のここをストレッチしたいので、ここを猫のような体勢になって、しっかりとこう肩を入れていくようなイメージで伸ばしてみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、次はお腹のストレッチで、次は反対にエビ反りみたいになるように1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、このお腹なんですが、今は真ん中の中心を伸ばしたので、次はサイドに、今の体勢から最後に手をなるべく体に近づけて、このラインを伸びるように、これまた10秒やっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で反対です。反対も同じようにしっかりと外側の腹筋を伸ばしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で次はこの腕の筋肉、この体勢を作って腕を伸ばす筋肉、このストレッチをやっていきましょう。1、2、3、4、5。いける人はどんどん後ろに体重をかけてください。よりストレッチが変わります。で、次は反対です。この外側の方の腕の筋肉も伸ばしてあげてください。
3、4、5、6、7、8、9、10。はい。で、最後、腰のストレッチに行きます。まず、足をクロスにして、体をひねるように、腰が伸びるのを確認して、ゆっくりと、どんどんどん、遠い位置を見るようにひねっていってください。6、7、8、9、10。そして反対です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、いつも順の最後にまた首をもう一度、この股関節を伸ばしながら、最後また首を一緒に回して、これを10秒。で、5秒で反対。はい。これで一連のストレッチの流れとなります。皆さん、どうでしたでしょうか？かなり体がなかなか毎日やらないと、柔らかくなりませんし、かなり体の疲労も溜まっていると思うので、日頃ストレッチをして、血流を良くして、睡眠の質を高くして、また明日の朝、しっかりと目覚められるように、いい、健康習慣を作っていきましょう。ぜひ皆さんも一緒にストレッチしてみてください。ありがとうございました。はい、この長座体前屈なんですが、これも息を吹きながら前に伸びていく、よく、体力測定などでやるものなんですが、自分も中学生の頃、この程度だった、普通の人なら多分届くか届かないか、本当に硬い人ならこの辺だと思うんですけど、自分も中学2年生の頃から毎日、これが一番多分ストレッチで、痛いというか伸びてる時は一番しんどい形になると思うので、これを1日1日毎日こう限界を突破していけば、今ではの自分は、かかとまでタッチできるくらい柔らかくなったので、ぜひお風呂上がりや、寝る前のストレッチにこれも組み入れて、しっかりとこのもも裏、ふくらはぎ全てアキレス腱まで伸びるので、このストレッチはぜひ、やってみてください。これが一番柔らかくなったなっていう、感覚がつかめるので、ぜひ皆さんこれを毎日やってみてください。高橋ランサポーターズクラブでは、ライブ配信やオリジナル動画やメッセージなど様々なコンテンツがあります。ぜひ参加してください。